夕焼け。いつものことだが、電車は満員だった。そして、いつものことだが、若者と娘が腰を下ろし、年寄りが立っていた。うつむいていた娘が立って、年寄りに席を譲った。そそくさと年寄りが座った。礼も言わずに、年寄りは次の駅で降りた。 娘は座った。別の年寄りが娘の前に横合いから押されてきた。娘はうつむいた。しかしまた立って席をその年寄りに譲った。年寄りは次の駅で礼を言って降りた。娘は座った。二度あることはという通り別の年寄りが娘の前に押し出された。 かわいそうに娘はうつむいてそして今度は席を立たなかった次の駅も次の駅も下唇をキュッと噛んで体をこわばらせて僕は電車を降りた硬くなってうつむいて娘はどこまで行ったろう 優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にもあらず受難者となる。なぜって優しい心の持ち主は他人の辛さを自分の辛さのように感じるから。優しい心に責められながら娘はどこまで行けるだろう。下唇を噛んで辛い気持ちで 美しい夕焼けも見ないで。